コ大河です。じゃーん。今回1日目のニコニコ超会議に遊びに来ました。レポートとしていろいろ紹介したいと思います。レッツゴー。わー、今コスプレエリアに来ました。いっぱいコスプレがありまして、もしかして知り合いもいるかもしれない。でここから外までまでいるなので、結構いろんな方がいらっしゃると思います。で一緒にカメラマンさんと撮影もできたり、ちょっと喋るようにもなってるからめっちゃ楽しいですよ。普段もやってますが今日はレポーターなのでコスプレに行けなかったです。行きましょう。すごいサファリティやばいですね。フィギュアみたい。本物なんかよくそれ何欲しい。
美しいコスプレを見ながら、カレーを食べてみたいと思います。今ね、角川の目の前にいますが、すごい本屋が、本がいっぱいありますよね。出るサイズでもありますけど、やばい、半分、よく見たらね、半分以上でもフェイクだ、パネルだ、面白い。ちょっと面白いこと見つけたんですけど、これデザートじゃなくて黒ラーメンですよ。だからいつも黒ラーメンですよ。どういうこと？甘い？酸っぱい？ちょっと混ぜてみたいな。でもプリンが少し少ないから甘いかな。めっちゃ面白そう。ちょっと食べてみようって言ってもちょっとめちゃめちゃ並んでますよ。なんか本当何でも見たんだなって思ったら、これが意外とびっくりした。見える時間だよ。ちょっと眠いから私も寝たいなって寝たいな。はい、今ニコニコ超会議を回り終わりました。イエイ。で結構楽しかったし、いろんなものね、たくさんあるのがやっぱり面白いものがたくさん出てきますね。なんかニコニコ超会議の好きなところがやっぱり他のイベントと違って、ニコニコの世界が全部入ってるし、でニコニコ超会議、ニコニコの世界じゃなくても入ってる。例えばそのちょっと心のこととか、博士のこととか、スリーピングエリアとか、なんかいろいろちょっと意味わからないぐらいのものがたくさんありました。ですごく楽しかったです。ですね、まあ、今日は1日目だったし、ちょっと雨が降ってるからコスプレをしてるの方もちょっと大変だなって思ってたんですけど、明日はもっと人が来るんだろうかなって思います。ではこれは以上です。好きだったらぜひコメントしていいねボタンして、で私もチャンネルなんだっけ、入院して入院してください。会員してください。入院してください。チャンネル登録はい